ヘーゼルウッドはアメリカ海軍の駆逐艦、フレッチャー級駆逐艦の一隻。艦名はジョン・ヘーゼルウッド帝督にちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。ヘーゼルウッドは1942年4月11日、カリフォルニア州サンフランシスコのベスレヘム造船にて寄港された。1942年11月20日に浸水。1943年6月18日に、 収益しハンターウッドジュニアが指揮を取った。試運転後、ヘーゼルウッドは9月5日に西海岸を出発した。9月9日に新珠湾に到着し、航空母艦歴シントンのチャールズ・エーパウナル少将の架空母戦闘軍に加わり、ギルバート諸島のタラワに対して航空攻撃を開始した。ヘーゼルウッドは次に10月5日と6日のウェイク島に対する攻撃のため、 第2艦隊に加わった。10月11日に、真珠湾に戻ると、駆逐艦は、日本軍に対する大規模上陸作戦に備える他の、集中訓練に参加した。11月5日には、ニューヘブリディーズ諸島のハバナ港で、レーモンド・スプルー・アンステートクの課題53、任務部隊に加わった。11月13日に出港し、ヘーゼルウッドは11月20日に、 ギルバート諸島を気候空戦に参加した。太平洋を横断する艦隊の航行における最も激しい闘争の一つであり、ヘーゼルウッドは対戦紹介と対空護衛に従事した。ヘーゼルウッドは1943年12月7日に新珠湾に戻り、次の作戦の準備についた。太平洋戦争が勢いを増す中、 ヘーゼルウッドは1944年1月22日にマーシャル諸島のクエゼリン艦章及びマジロへの進行のためスプルーアンス提督の課題52任務部隊に配属され真珠湾から出撃した。1月31日に部隊が上陸した後ヘーゼルウッドは主要な航空防衛船としてクエゼリン艦礁に停泊し対戦水艦紹会を行った。その後2月15日に クエゼリンを出港し、ソロモン諸島とマーシャル諸島を経由して、数ヶ月の紹介及び護衛任務を遂行した。さらに、ウンガラブ港とニューアイルランド島の日本施設に対して砲撃を行った。ヘーゼルウッドは次にパラオ攻撃に参加した。9月15日、第一海兵師団がパラオ諸島のペリリュー島に上陸した際には、日本軍の反撃を抑止するため海岸の陣地を、 重撃した。ヘーゼルウッドは、ペリリュー島海域の紹介を続け、10月3日に、マヌス島のディアドラー湾に向けて出港、フィリピン解放のためトーマスシーキンケ景度提督の艦隊に加わった。10月20日、海軍の上陸援護攻撃の元レーテ島に部隊が上陸した際、ヘーゼルウッドは、日本軍の激しい空襲を受けた。翌週、日本軍がフィリピンの支配を、 確保ために最後の反撃に出たため絶え間ない空襲渡航範囲にわたる艦隊移動が繰り返された。冷凍機海戦として歴史的に知られているこの海戦では日本海軍は壊滅的な損害を受けた。日本海軍は3隻の戦艦、4隻の空母、6隻の重巡洋艦、4隻の軽巡洋艦、9隻の駆逐艦、及び多数の航空機を失った。 ヘーゼルウッドは少なくとも2機の神風特攻隊を撃墜したと主張した。ヘーゼルウッドは12月に冷凍機の紹介及びうるしい干渉での砲撃演習に従事した。その後、マケイン中将の空母打撃軍に加わり12月30日に出航した。空母は琉球諸島、台湾、沖縄、そして1945年1月3日から7日まで、 中国沿岸の日本の陣地に対して激しい空襲を行った。これらの攻撃は1月9日にリンガワンに上陸したフィリピンから日本軍の注意をそらした。インドシナでの日本の陣地へのさらなる攻撃の後、ヘーゼルウッドは1月26日にうるしい干渉に戻った。ヘーゼルウッドは2月11日別の任務部隊に加わり、2月16日と17日に 日本列島に対して空襲を行う空母の保護として出撃した。2月19日から始まった洋島への上陸を支援するため、艦隊は迅速に進路をかえ見に向かって進んだ。神風特攻隊、戦闘機、急降下爆撃機からの絶え間ない攻撃を受ける中、2月25日の夜に2隻の小さな敵の貨物船を機銃により沈めた。 ヘーゼルウッドは3月1日にウルシー干渉に戻った後、沖縄攻略のため再度任務部隊に加わり、3月14日に出撃した。4月1日の攻撃後、ヘーゼルウッドは沖縄沖で護衛及び紹介を行った。4月29日、ヘーゼルウッドが護衛をしていた空母打撃群は低い雲間から飛び出した神風特攻隊の攻撃を受けた。沖縄にて、 神風特攻隊の突撃を受けたヘーゼルウッドヘーゼルウッドは全ての対空砲により応戦し2機の冷戦を回避するようにそう出したがヘーゼルウッドの対空砲火を受けながら冷戦は船体上部を通り左舷側の貨物に衝突環境にて爆発したマストが倒れ前方の手法が機能を失い燃えるガソリンが甲板と隔壁に溢れた 艦長を含む10名の将校と67名が死亡し、36名が行方不明となった。公務士官である注意が指揮をとり、ダメージコントロール及び負傷者の救助を指示した。ヘーゼルウッドは栄光され、途中から自力で航行し5月5日に応急修理のため、ウルシー艦長に到着した。6月14日に真珠湾を経由して、 メアアイランド海軍造船所に入り修理を行った。ヘーゼルウッドは1946年1月18日に退役し、カリフォルニア州サンディエゴの太平洋予備艦隊に入った。試験的な飛行艦班を備えた1960年のヘーゼルウッドヘーゼルウッドは1951年9月12日、サンディエゴで最終駅した。運転後、 1952年1月4日にサンディエゴを出港し、1月21日にロードアイランド州ニューポートに到着、大西洋艦隊に加わった。東海岸とカリブ海での作戦及び演習を行い、1953年12月7日に極東に向けてニューポートを出港した。ヘーゼルウッドは1954年1月12日、真珠湾を経由して、 東京に到着し、その後数ヶ月間任務部隊で活動し、朝鮮戦争の休戦を目的として大韓民国沿岸を巡視した。1954年5月28日に米国へ向けて香港を出発し、スエズ運河を通って7月17日にニューポートに到着した。その後数年間、ヘーゼルウッドは東海岸沿岸。 カリブ海及び地中海にて訓練と準備作戦を行った。1956年秋の末月期では、ヘーゼルウッドは第6艦隊に配備され、東地中海を巡視、緊張した国際情勢を安定させる一助となった。ヘーゼルウッド飛行艦板上のドローンヘリコプター1958年、ヘーゼルウッドはナラガンセットワン及び、 メリーランド州の海軍兵器研究所にて、対潜水艦専用のヘリコプターのテストを開始した。駆逐艦開発課に配属され、レーダーや電子対抗システムで使用される機器のテストに参加した。ヘーゼルウッドの主な研究開発作業には、対潜水艦、ドローンヘリコプターのテストが含まれていた。ヘーゼルウッドは、艦内の設備を試験に提供し、 高度で重要なアストワット兵器システムであるダッシュの完成を可能とした。1963年8月だけでもドローンヘリコプターは多用途の駆逐艦の飛行艦板に旋回、着陸した。試験的な開発に加えてヘーゼルウッドは駆逐艦に割り当てられた多くの任務に従事し続けた。アメリカが1962年10月にキューバへの攻撃ミサイルの導入をめぐって ロシアと対峙した時、ヘーゼルウッドは再び問題を抱えたカリブ海において対戦水艦紹介を行った。ヘーゼルウッドはキューバの検疫が発行した直後の11月5日にグアンタナモ米軍基地に到着し、キューバ危機の間警戒を続け、第84任務部隊の火力支援船として機能した。ヘーゼルウッドは1963年6月に、 ダッシュのテストを再開し、その年の後半に、戦場着陸支援装置の戦場試験を実施した。翌年は、東海岸沿岸にて開発と戦術の両方の作戦を続けた。ヘーゼルウッドは1965年3月19日に退役し、大西洋予備艦隊に入った。ヘーゼルウッドは1974年12月1日に、海軍戦籍から除籍され、 1976年4月14日に売却された。ヘーゼルウッドは第二次世界大戦中の功績により10個の従軍聖賞を授与された。ありがとうございます。